群馬研究家の中澤武史です。久々の中銀カプセルタワーにやってきまして、今日は、ゲストの方に来ていただいております。はい、はい、杉倉カオスと申します。よろしくお願いします。進行下手です。とんでもないです、とんでもないです。実は、はい、がっつりお話しするのは初めてぐらいなんですよ。立ち話ぐらいしかしたことないですよね。そうなんですね、うん、だからちょっとこのチャンネル見てる方って、しかもユーマとか、はい、オカルトの中でもいろいろありますけど、ユーマがお好きな方が多いので、うん、もしかしたらご存じない方もいるかもしれない。ちょっと自己紹介お願いします。はい、住倉カオスと申します。ですね、主にやっぱ階段とかの方で、ちょっと番組をやらせてもらったり、イベントやらせてもらったりとかしたり、取材したりとかしてるので、うん、オカルトといってもオカルトの中では、心霊とか、ね、怪談とかそういった方面で、ちょっとやらせていただいてます。結構あれですね、民放のね、心霊番組とかでもカオスさん発信情報とかもね、時々たまにね、はい、テレビ東京とかでね、はいはいはい、なんかあ、カオスさんの情報だとか、名前は僕もユーマやってますけど、心霊興味がないわけではないので、はい、むしろ興味は大ありなので、活動されてることは存じてたんですけれど、やっぱり心霊とユーマって、まあ、特に怪談とユーマってちょっと違いますよね。一緒になる機会少ないですよね、うん、なので名前は知っててもあんまりご一緒する機会がなかったのが、うん、今日はひょんなご縁から、はい、ゲストに来ていただいて、嬉しいです。嬉しいです。僕ちょっとでも、はい、カオさん、ゲストに声かけやすかった理由が一つあって、はいはい、偶然一度お会いしたことが。そうですよね、本屋さんでね。そうです、アシオスさん の超常現象を懐疑的に調べられている、はい、グループで、ユーマ事件クロニクルっていう本を出して、うん、まあ、素晴らしい名著なんですけれど、この本の出版記念イベントに僕も普通にお客として、うん、行って、うん、で並んでたら、うん、カオさんが声をかけてくださって、はい、後ろに僕も普通に本当にお客で行って、はい、なんかサイン会とトークイベントそうですね、はい、くっついてたやつですね。だから、ね、見たら、はい、動く待ち合わせ場所って書いてるからまあ間違うわけはないですけど、そうですね、はい、でお名前はね、はい、よく存じ上げてたんで、ちょっと声かけさせていただいてね。だからユーマの本のね、出版記念イベントにプライベートで来られてるってことは、はい、ユーマもお好きな人なんだっていうのは分かっていたんで、全部で言ったら声をかけやすかったっていう。はい、そうですね、はい、全然詳しくはないんですけど、はい、やっぱり子供の頃からね、はい、UFO、ユーマ、まあ、そのオカルト全般って、僕の世代とかではやっぱ大ブームだったんで。あ、カオさんっておいくつなんですか、はい、あ、僕ね、あれなんですよ、はい、1970年生まれなんですよ。一番もじゃオカルトブームの。ど真ん中ですね。なるほど。うん、そりゃ心霊以外もね、いかそうですね。あれは初めての出会いでいいんですかね。いえ、ね、はい、実はニアミスというか、はいはい、同じテレビ番組にご一緒してたことあるんですよ。ありましたっけ、なんか。あるじゃん、だいぶ前ですけど、年末かなんかで、はい、とあるなんとかファイルみたいな番組で、はい、もう言っちゃってもいいですか。そうですか。はい、まあ、その X ファイルっていう番組で、はい、50人オカルトの人たちが呼ばれて、はいはい、ひな壇にずらーって並ぶっていうのがあって、はい、で、ユーマの人が3分の1、はい、UFO の人が3分の1、はい、心霊が3分の1で、はい、僕、心霊のとこに座ってたんですよ。僕、だから、超常現象 X ファイル、うん、この6年ぐらいちょっと出させてもらってるんですけど、うんうん、初めて読んでもらった時に、50人ぐらいね、オカルトコーティアが集められて、正直、一人一人と挨拶とかも全然。全然ね。あん中にいたんですね。いたんですよ、いたんです。心霊チームに。そう、それで、はい、多分中澤さんともう2、3人の方がなんかその、はい、プレゼンの吉田裕樹さんかな、はい、とかの時間はあったんですけど、はい、他の人たちはまあ結構座ってるだけみたいなね。もったいなかったです。実は多田克美さんとかも座ってるのに、一言も喋ってなかったりとか、はいはい、すごいね、もったいない。そう、そう言ったけど。今日あれ、はい、最初にディレクターが50人いるんで、はい、目立つの大変ですから、はい、皆さんもうちょっと何でもいいんで爪痕残すつもりで、はい、もう手挙げて、あ、積極的に言ってくださいって言われてた。なので僕もちょっとなんか言おうかなと思ってたら、番組が始まってすぐに大槻教授が、はい、僕らオカルトの人間を指さして、はい、あんたたちみたいなのがね、小学校とかで教科書とかちゃんと学んでないから、そんな風な変なこと信じるようになったんだよ。もっとこう子供の頃に
あのちゃんと学校で習ったことをちゃんと勉強してたらこんなことにならないんだよって言ってた。言われた気がしますね。そう、そんなことね。それで僕、うん、あのまあ勝ちんじゃないですけど、はい、まあ爪痕残すっていうのもあって、うん、それに対して、まあ、後で、はい、もうちょっと話が進んできたら大槻教授の批判をしようと思って、はい、それは大槻教授自体がプラズマとかいろんな研究してるじゃないですか、うん、それでいろんな発見みたいのしてるけど、はい、それは通り一遍の学校だけの勉強を習って信じてたらそれ絶対生まれない発想だったと。確かにそうですね。で、うん、それ以外のものに興味持ってこれってなんだろうとかっていう好奇心を持ってこれが本当かどうかっていうことをやってたから大槻教授はあの、うん、地位にいると思うんですよ。そうですね、はい、だからそれを否定してるなんて大槻教授も年食ったなと思ってそれで僕批判しようと思ってたんですけど、はいはい、ある人にそれ潰されちゃったんですよ。え、その僕がこう爪痕残すつもりだったのを、はい、もう本当に上からガツンってやられた感じで、あの番組で闇の政府の陰謀的なやつですか。僕ね結局何も発言できなくて爪痕何にも残せなかったんですけど、はい、あれはちょっとあれでしたね、残念なことだったんですけど。どういった事情で言えなかったって言ってもいいのかな。言っても、まあ、ちょっとね、はい、だいぶ時間が経ってるんだけど言っちゃうんですけど、はい、僕50人の中でど真ん中に座ってたんですよ。あ、センター。たまたまなんですけど、本当に心霊チームが真ん中で、はい、UFO ユーマっていうのがいて、はい、高澤さんユーマの方にいて、そうですね、はい、で僕本当にど真ん中に行って、そしたらねちょうど僕の本当真正面に、はい、ある女性タレントさんが座ってたんですよ、はい、まあ、橋本まなみさんが座ってて、はいはい、すごい綺麗な方だったんですけど、はい、僕の目線、まあ、座ってる高さって僕の目線の高さに、はい、橋本まなみさんの膝の高さがちょうどだったんですよ。はい、ほんで、はい、変な話じゃないんですよ、はい、で僕お綺麗な方だなと思ってたら、はい、ここら辺で大槻教授とか議論が白熱するじゃないですか、はい、そうするとね橋本まなみさんがちょっとなんかこう気が緩むのかな、なんかピタッてこうすごい短いスカートとか書いてあるんですけど、うん、ピタッと膝閉じてたのが、はい、だんだんゆっくり開いてくるんですよ、はい、とかってあれって思って、うん、僕が見ちゃいけないなと思って、うん、あれしてたんですけど、でもついチラッとこう見たら、はい、えっと思ってなんか本当になんか不思議な、ちょっとそういうことありえるのかな、はい、ってすごい不思議になったんですけど、はい、でもあれ、え、いやいや幻じゃないんですよ。え、何があったんですか。はい、パンツ履いてなかったんですよ、足元。え、服を見たな。それで、はい、なんか暗いから膝の中って暗いから見間違いかと。うん、そうそう、いや見間違いですよ。ま、ノーパンでテレビの収録来るわけないじゃないですか、タレントさんが。もうね本当に僕ここに今この電気でこの腕時計の時間こう見えます、5時半って見えますよね、はい、これよりもはっきり見えてました。えっ、かなり短いスカートでこれくらいあって、はい、でまあ照明も当たって、で本当にもう形もまあいろんな周辺とかも、はい、はっきり今でも絵にも描けます。いやいやでそれが1回2回じゃないんですよ、はい、番組中ずっと収録1時間半ぐらいあったじゃないですか、はい、あの間気が緩むとずっとスーッスッてなんかこうカメラがそっち見たかなと思ったらスッ、嘘だと。いやそうですね、僕あの宇宙人もネッシーも信じてる人ですけど、うん、その話は信じられないですね。甘いです。橋本まなみさん、はい、後日僕読んだインタビューで、はい、普段からノーパンダっておっしゃってます。本人が自覚してる、ご自分でインタビューで言ってます。間違いないんですよ。マジですか。はい、いや僕ももう僕人体解剖なの、はい、解剖の部位みたいな、はい、とこあのあれも全部パーツで書きますよ、はい、いやいやそれあれだからそれもうそれで意識が取られちゃったってこと。もうそれ爪痕全く残せませんでした。確かにそうか、ね、えいやでも雑誌に書いてあるんですよね。書いてます。それで僕も見たって書きました。ああもう書いてるんですね。どこかにナックルズに。でその前にあの元大きい大きな出版社で、うん、橋本まなみさん本人のインタビューで載ってました、ね、じゃあこれ別に名誉毀損とかじゃなくて本当に。ああそんなことがあの番組では、舞台裏ではすごかった。だからなんかね僕が今オカルト界隈でくすぶってるのはね、ああ、まあ、橋本せいさんのせいだといえばせいなの。あそこでね爪痕残してたら翌年以降もね呼ばれてたかもしれないですね。すごいトラップでしたね。すごいトラップ。そうか、そんなことだったら初めて知りました。ちょっとこんな話ばっかりしてるのに。いやいや、なんで僕はあの
カオスさんの普段の活動知ってるからあれですけど、はい、僕のチャンネルで今初めてカオスさんのこと知った人は、この人、エロ親父、エロ親父仕事してるんですか？間違っちゃないんですけど。怖い話をね、たくさん語ってる方。はい、ただ、ここはね、ユーマオカルトチャンネル的にということですと、僕、実はちょっとツイッターでチラッとお聞きしたんですけれど、はい、カオスさん、ユーマっていうか、UFO は見たことあるって聞いたんですか？ あるんですよ。どういう。あれ僕が、僕千葉県の高校に行ってたんですけど、17の時かな、はいはい、団地に住んでたんですけど、はい、海沿いの、はい、千葉の 海の近くの団地に住んでたんですけど、よくあの5階建ての団地がこう並んでるとこあるじゃないですか、はい、それでこう真ん中が塔と塔内では駐車場になっててみたいな、はい、ああいうとこに住んでたんですけど、そしたらね、まあもうあの幕張です、はい、あの幕張に住んでたんですけど、夕方ぐらいにね、自転車乗ろうと思ってその駐車場にぶって出て、なんかの気配感じてふっと見上げたんですよ、はい、そしたらその塔と塔の5階建ての塔の結構ね、はい、高さギリギリぐらいのところを、はい、真っ黒なね、もう本当にもう僕の見た目の感じでこんぐらいでかい、うん、そのエアコンの形もこういわゆる、チョコレートみたいな、チョコレート板チョコを横にしたみたいな感じで、はいはいはい、だから長方形の、うん、あれはスーッと音もなく、うん、塔と塔の塔と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 思って、なんだろうと思って、うん、最初グライダーかなと思って、それで道路の方に飛び出してたら海の方にずーっとまっすぐ行ったんですけど、とにかく音が全くしないのがめちゃめちゃ人で、でなんかね、大きいダンプトラックぐらいの大きさぐらい見えてるんですよここで、はい、で裏になんかね配管みたいのが見えてて、じゃあメカニックなんですね、なんかね模様みたい、模様というかなんか管みたいな、はい、そういう配管みたいのが見えて、すごいスーッて行って、うん、でも僕そういうのを見たことないし、はい、そのまあもう17ぐらいなんで、うん、これまあなんかグライダーかなんかの見間違いだろうって思って、夕方だし、はい、まあなんだろうなと思ってたんですけど、やっぱりなんかそのすごい不自然なものを見たっていう、はい、なんか普段絶対見れないようなものを見たって感じがあったんですけど、うん、2週間後ぐらいに近くにね、ヤックスっていうスーパーがあったんですよ、はい、で同じような時間帯にやっぱり自転車置き場のところでこうやって出してたら、またね、目の頭の上スーッと通っていく、あ、同じ形のもの、そう、それと同じもんで、はい、それで後で考えてみるとルート全く一直線上なんですよ、はい、同じような海に向かっていくルートで、はい、で、その時は僕以外にも見てました、あ、何人かいて、見間違いじゃないですね、なんだろうって言ってみんな、へえ。あの四角とかね、長方形の UFO は見る人時々はいるんですよね。だからそういう形のものが飛んではいるんでしょうけれど、これ、はいはい、まあ、僕ユーマオカルトチャンネルってユーマの専門チャンネルですけど、はい、今 UFO の話も聞いたのは、はいはいはい、僕の、まあ、これ結構人によって解釈バラバラなんですけど、よく言う宇宙人とユーマってジャンル分けられるんですけど、グレイとかってユーマだと思うんですよね、未確認の生物だから、ね、うん、だから僕は UFO に乗ってるのが宇宙人、まあ地底人とかでもいいんですけど、うん、だったらあれはユーマが乗ってる乗り物だから、うん、ユーマでも UFO 扱っていいっていう立場でやってるんですけど、でも言われてみればそうかもしれないですね、うん、まあ人が乗ってたかどうかっていうか、うん、何が乗ってたかどうかも分かんないし、乗り物かどうかも分かんないですけど、まあ、で僕ね、それ怖くて、はい、10年間誰にも言えなかったです、これ口にしてしまうとなんかまずいんじゃない、闇の政府、それこそ MIB みたいなのが、でも本当にはっきり見えてて、なんかそのでもね、僕その幽霊でも何でもそうなんですけど、はい、脳のバグとかってやっぱあったりするじゃないですか、うそうですね、見間違いとか、はい、後で記憶が改ざんされるとか、でもそういうのも含めて、まあ自分自身も疑ってるんですよ、疑ってるんだけど、例えば今ここに中澤さんのこの帽子ぐらいはっきりとした存在として自分には記憶されてるので、はい、しかもその時は他にも見た人いるわけですよね、いますいます、スーパーの時は一人じゃないですもんね、うん、だ何だったんだろうなと思いますけど、まあでもこういう仕事始めて、はい、あのいっぺんもういいかと思って話したら、まあ話せるようにはなったんですけど、うん、そう、僕もちょっと新鮮だったのは、カオスさん普段ね心霊の怖い話とかいっぱい言ってる人だから、うん、そんなカオスさんでもこの話言うの怖いと思ってた時代があったんだなっていう、あ、そうですね、まあもう、うん、その頃怖いと思ってた頃はこういう仕事やってなかったですけどね、そう、やっぱだんだん仕事でやりだすようになるともう慣れというか言っても大丈夫かなっていう、そうですね、ああ、そっか、やっぱりだんだん変わってくるんですね、でもあの、うん、ユーマって、はい、まあいろいろいますけど、はい、実在するものの可能性一番強いのは何なんですか、うん、
これね、ユーマって言葉が今もう扱うものがあまりにも広くなりすぎちゃって、うん、その元々はユーマとして扱われ、それこそカッパとかって昔はユーマの本の中に入ってなかったはずなんですよね、はい、まあユーマって言葉が使われだした頃にはギリギリ入ってたかもしれないですけど、うん、まあ未確認生物本にカッパが載ってた時代と載ってない時代がやっぱあったなぁと思ってて、で今フライングヒューマノイドとかああいうのもどんどんユーマになってるんですけれど、うん、まあその実在する可能性が最も高いっていうことを聞かれると、やっぱり普通の動物みたいなものになってくるというか、それこそ日本狼とかは、はい、僕はかなり今でも生き残ってる可能性が高い。おー、あれもユーマになるんですか。まあこの辺は定義あるんですけれど、まあ、その絶滅未確認動物っていうんですかね。なるほど。で、まあ言ってしまえば、まあいろんな説ありますけど、ネッシーだってプレシオサウルスの生き残りかもって言われてるわけじゃないですか、はいはい、だからその絶滅したと言われてる動物が生き残ってるっていうのは、まあユーマの一ジャンルかなと思ってて、で日本狼っていうのはですね、もう調べれば調べるほど正体よくわからない動物で、っていうのもですね、見た目だと相当の専門家でも犬か狼かの区別が、あの西洋の狼ほど犬との明確な見た目の差がなかったりするので、へ、山で実はみんな日本カメ見てても気づいてない可能性も。ほう、じゃあ下手すると保健所とかで捕獲されてるかも。まあそうかもしれないですね。あの頭蓋骨とか調べればすぐ分かるんですけど、あ、そういうものがまあいる可能性としては、あとまあもうちょっとユーマらしいユーマでいうとツチノコとかはね、うん、いるかなと思っています。ツチノコはですね、うん、まあユーマいろいろ僕いろんなとこ探しに行くんですけれど、まあまずね、目撃者にもなかなか会えないことが多いわけですよ、うんうん、ユーマはまあ見れないんですけど、それ言っても、でもツチノコはですね、あの岐阜県の東白川村っていう、はいはい、ツチノコの目撃が、まあ、日本でもトップクラスに多いって言われてる場所があって、うん、そこに探しに行った時に、うん、たまたまゲートボールをしてるおじちゃんおばちゃんの集団の人たちがいたんですよ、うん、12人ぐらいいたと思うんですけれど、うん、でツチノコ探しに来たものなんですけど、この中でツチノコ見たことある人いますかっておじいちゃんおばあちゃんに聞いたら、うん、半分ぐらいの人の手を挙げたんです。これはたまたまあったゲートボールしてるおじいちゃんおばあちゃんの半分が嘘つきって可能性の方が、そのツチノコいない可能性より高いなと思って、そんな嘘つきばっかのわけないじゃないですか。だからいるな、ツチノコと呼ばれてるような形のああいう何かはいるんだろうなと。ユーマはね、いろいろあれだから、僕実は、はい、それこそカオスさんたちが専門でやられてる怪談の中で幽霊の話多いじゃないですか、はいはい、でもあれも結局解釈で、うん、もしかしたら正体は、まあ、あの中にはユーマもいるんじゃないかなと。あー、かぶってる可能性、よくあの金縛りって、はい、幽霊の体験談で多いんですけど、うん、日本人はその金縛りにあって幽霊の存在を感じるんですけど、うん、その宗教観が違う、例えばアメリカ人とかそういうのが金縛りにあって何かが来たっていうのはね、宇宙人っていうふうに問われる人がいて、だからその何かが来てる、でも何か言葉で言い合わせないという時に自分の知ってるもので言おうとすると宇宙人だという、そうですね、まあ、ユーマの可能性はなくはないですよね。僕のところにはこの間ツイッターのフォロワーさんから心霊写真が撮れちゃって怖いっていう、なんか心霊写真撮った人って2タイプいて、怖いっていう人と喜んじゃう人いると思うんですけど、その人は怖いと、心霊写真撮っちゃいましたどうしようって来たから、それ心霊写真って思わなきゃいいじゃないですかって僕は、それ写ってるの多分ユーマですよって言ったら、その人はちょっとホッとしてくれてユーマだと思うことにしますっていうことになって、ね、でも正体わかんないもんですからね、うん、結局はね、その辺はあの解釈が人によっていろいろ出てて、いやなんかカオさんとちゃんと話すの初めてなんですけど、はい、ね、本当に思った以上に会話が弾んでますよね。嬉しいです。ありがたいですね。あのまた機会があったら、そうですね、というかもう次回、ええ、あの実はですね、もう一人今日ある方がお呼びしてるんですけど、はいはい、ちょっと次回ですね、うん、その方を交えてちょっと3人でもうちょっとお話し、はい、ぜひぜひしていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ次回もぜひ、はい、引き続き角倉かおさんにもご出演いただきます。あ、もう一人ゲストも追加します、追加というかな、入ってきますのでよろしくお願いいたします。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。